皆さんこんにちは、エルザです。それでは XP2400 以下向けの解説をやっていきたいと思います。今回のこの状況から攻めに変えるためにどんなことをするのかについて解説をやっていきたいと思います。はい、このままの名前で今後いきたいと思います。で、この企画としてなんですけど、スプランの攻略方法だけではなく、瞬間的に判断して成功した体験を共有するのを目的としています。瞬間的な判断なんだけど、打開や逆転の成功している要因というのがありますので、その点に注目をしてもらえればいいなという企画になります。話しててもね、あれなので、それでは早速解説をしていきたいと思います。では早速ですが、今回のシーンはこちらです。武器はトライストリンガーで、編成はバランス的にはとてもいいかなと思います。守りもそれなりに硬い方なので、しっかりと先手を取って相手を抑え込みたいというところですね。試合の展開としては、開始の1分で大量のカウントリードを取るために矢倉上から抑えをやっていくシーンとなります。それではこちらのシーンを細かく見ていきましょう。まずこの試合に関してですが、自分が矢倉に乗らないと試合が進まない構成なので、積極的に矢倉の活用をしていきます。特にナンプラーの場合は、矢倉の上は高さを取れるので有利に対面をすることが可能となります。なので積極的に攻めていきましょう。まず矢倉を進めるにあたって、2箇所のポジションを必ず見るようにしています。左の高台はもちろんですが、いない場合は正面も見ます。だいたいこの位置にハイダラとかスピナー系がいると、試合自体がとてもしんどくなるので、なるべく早めに処理をするっていうのが大事です。で、ここでですが、敵の触腕が来ましたので、イカロールなどを使って一旦逃げておきます。ここまでね、詰められると逃げるの一択になりますね。それでは矢倉に戻って、また同じ敵ポジションの確認をしてみましょう。しっかりとやっぱ画面上見てますね。で、味方の名前が見えたので、カバーをしつつ矢倉を進めていく判断をしています。で、ここで相手の9番が飛んできますが、矢倉での事故率が高いボムとなりますので、警戒して降りるようにしてます。意外と今作ね、9番が矢倉の上で避けれないっていうことが多いので、逃げるっていうのは大事なところですね。ここでちょっと足場を塗っていますが、スペシャルの溜まり具合を確認してから塗りを技としています。これによってスペシャルを早めに出すっていうところですね。このスペシャルを貯めるっていう点に関しては、矢倉に乗ってからでもいいんですが、前に出ている味方がすでにいるので、早めにカバーするため、技と塗って貯めるっていうことをしています。メガホンのアシストもね、そのおかげで刺さっているので、味方がうまいこと倒してくれたなっていうシーンですね。これで第2関門を進めることの準備ができました。この状態になったら、やることは2箇所のポジションをまた見るっていうところです。で、左の壁裏と正面の部分ですね。左側のこの辺りなんですが、反射を使わないとうまく抑えられないっていうところがありますので、反射を積極的に使っていきましょう。右側に関しては、ちょうど味方がいたので、今回は抑えをしていません。ここで2度の被弾を受けてしまったので、雨降らしを避けるために降りました。結果、やられましたが、乗ってたらもっとカウントは進んでたかなと思います。降りながらね、カウンターを入れてたので、キルは取れてるので良かったなとは思います。という感じで、今回のシーンはナンプラーにおいてのヤグラーのカウントリードが取れた試合というところになりますね。それでは今回の大量カウントリードについてなんですが、ポジション選択を潰すということがとても大事です。今回のナンプラーに関しては、中央を取ることができれば視野の確保というのがとてもしやすいマップとなっています。後衛としては動きやすいですよね。もちろん見晴らしがいいので戦いやすいっていうところはあるんですが、相手のポジションをしっかり理解していないと裏から刺されやすいマップとも言えます。そのため、まずは相手のポジションを徹底的にマークする必要があります。先ほど成功した理由を話しましたが、必ずポジションをマークしていましたよね。しかもマップを左右必ず確認をしていました。
このポジションに敵がいたとしても攻撃をすることによって相手はその場に滞在しづらくなります。これは倒せなくても攻撃をしているだけで強いんですよね。相手に我慢を強いれば相手は思わずカウントの焦りから矢倉に突っ込んできますので、それまで粘るっていうのが大事です。特に最後の部分ですが、左にいた敵がスペア攻撃で我慢できず逃げましたよね。トリプルの判断も良く、おかげで直当てをすることができました。多分それがなかったら倒すっていうことはできてないですね。こんな感じでポジションを必ず確認し、前衛と崩すことができればそれだけで有利な時間を稼げます。もちろん前衛との距離感も良かったっていうのもありますが、キルは狙えなくてもしっかりと相手を抑えることを意識するっていうことが非常に大事ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。